あれは、遊覧船はただの見やな。500円ずつ払え。うすっごい速い泳ぎ。あ、ドルフィンキックって言うとったもんね。おお。すっごい速い。前にまだ母親が杖をついて動けるような状態、もう何年ぐらい前、7、8年前かになるんかな、博多島にビギンが来て、母親と妹と3人でビギンを見に行った、見に行く前に来たお好み焼き桜。見せてちょうだい、おいしいお顔、うん、シュリンプ、
ごちそうさまでした。次回はいよいよ博多島探検最終話、見てね。